ですね、真っ黒な担々麺、赤レッド、うまそうですね。でこれがチーズですね。チーズ、締めご飯、米にぴったり合うスープということですねもう下手したら麺より合うかもしれないということなんで、はい。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす、どうミスター京都あっきです。はい、本日は京都のラーメン激戦区伏見深草の方まで向かわせていただきたいと思います。ほんで今日行くお店は知人の紹介でお伺いさせていただくんですけども、僕もずっと前から気になってたお店で、名前がチャイニーズテーブルエソラさんっていう名前なんですけども、夜は中華バルといたしまして、美味しい中華をいただきながら、はい、お酒を飲めるそうなんですけども、コロナ禍からですね、昼間に担々麺専門店を始められまして、なんか7種類の担々麺がいただけるということで、はい、結構人気のお店で、はい、今からそちらのお店に初潜入していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。はい、ということで深草までやってきたぞ。はい、深草です。ほんでここにね、ドラッグ豊かがあるんですけど、ここの駐車場を抜けていったらすぐなんですよ。はい、ここほんま駐車場安いんですよ、これ。むちゃくちゃ安いんですよ、ここね。豊かさんの駐車場、駐車後30分無料で、30分おきに100円で行けるそうです。ほんでまたさらに30分超えても買い物したら無料券もらえるみたいなんで、ぜひここ利用していただいて、エソラさん来てください。はい、駐車場抜けてここにあるんですよ。場所はむちゃくちゃ分かりやすい。七つの担々麺、はい、ということで行くよ。そしたらやってきました、エソラさんのオーナーさんです。今日はお願いします。この担々麺営業は、はい、お昼だけなんですか？そうですね、普段はお昼だけなんですけど、はい、2月3月の伏見ラーメンラリーに参加してるあのところで、夜も担々麺やってます。あ、なるほどね、はい、ラリー参加されてるんですね。はい、はい、了解です。でそれ以降はお昼だけになるんですか？基本的に担々麺はお昼だけになります、ね。はい、夜は、コースのみの、営業になってます。了解しました。今日は、はい、そしてよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、こういう感じで、ね、伏見のラーメンラリーに参加されてますんで、2月3月は昼夜通してね、担々麺がいただけるそうです。皆さんよかったらスタンプラリー参加してあげてください。はい、ということでやってきましたよ、深草のね、担々麺専門店、7種類の担々麺が楽しめるということなんですけども、はい、僕もね、以前ちょっと気になってね、撮影交渉させてもらったんですけど、ちょっと忙しくて来れてなくて、やっと来れました。はい、で今日はね、ブラック担々麺っていうのがあるそうなんで、はい、もうあっき言ったらブラックでしょ。はい、ということで、美味しい担々麺を食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
オンラインの方が好きで多分買いに行ったんですよ。ありがとうございます。担々麺だよね。うまそうですね。かかりやすいんで、はい、これがあの人気ナンバーワン、はい、ありがとうございます。来ましたよ。むちゃくちゃうまそうですね。真っ黒な担々麺、これは今まで初ですね。この色の担々麺はなんかこんな感じで、なんやろこれ、なんかお米みたいなのが乗ってますね。中国山椒香る担々麺ということですね。なんか入ってるよこれ、なんか入ってるよこれ。辛いですか。スープはねかなり濃厚ですね。めっちゃうまそうよこれ。食欲そそる色ですね。じゃあ食らっていきます。担々麺は初めてですね。ほんで上に乗ってるのがおこげで、これがなんか唐辛子辛いやつですね。はじめ、ネギがたくさん乗ってるところも嬉しいですね。結構すごい濃厚ですよこれ。むちゃくちゃうまいな。濃厚、むちゃ濃厚。ごまのうまみと本格的な担々麺、結構濃厚なのあっさりになりますね。うまい。もうなんていうか味が深いね。深みがある。そう、コクがすごい詰まってる。もうほんまむちゃくちゃこってり。これもう泥系ですよ。泥系、泥系です。初めて思ったのはちょっとしょぼい。このおこげですね。おこげ、おこげいきます。じゃあおこげ、おこげいくよ。おこげにこのドロドロの担々麺のタレを、タレがスープですね。スープ絡まして、カリッとしたお米に濃厚タレをかけた感じでうまい。ね、ちょっとこれは僕のじゃないですけど、これ唐辛子、これ赤レッド、赤レッド、赤レッド、うまそうですね。7種類の担々麺があるんですよ。でこれがチーズですね。チーズ味の担々麺、これもうまそう。全部制覇したいですね。ありがとうございます。ああ、いつもお店を紹介していただいている茅本くん、お久しぶりです。小田です。小田です。よろしくお願いします。レッドですか。レッド。ね、いただきたい。うまそうやね、レッド。ね、ね、辛いかな。でも辛いのは僕大好きなんで、ね、ちょっといただきたいと思います。いただきます。はい。うん。あ、見た目辛いんですけど、うん、食べてみたらすごく食べやすくて、ね、もうツルツルいけます。女性でも子供でもいけると思います。ここまで旨味の詰まった担々麺であんまないですよね。ないです ね。びっくりしました。僕、はい、スープもせっかくなので、ね、いただきたいと思います。まあまあ、キーがないわけで、うん、それを飲んだりね、うん、あ、飲みやすくてあっさりして、うん、いいですね。ピリッと辛くて、うまそうやわ。めちゃめちゃ美味しい。これ好みやわ。これ辛いの。いやでもこれもうまいね。これも辛いね、ピリッと、うんうん。いや、そんな、そしたらね、麺いきますわ。麺、麺はね、こんな感じで、うまそうやな。スープがむちゃくちゃ絡んでくるね、これ。2回目です。はい、あの、金曜日はハンバーガーしてるんで、あ、いくぞ、麺バーギーオブジェ。で、2月は、うん、あ、そうなんですか。お前、彼もこんな営業中に受けてこんな連れてくる、初めてですよ。うん、うん、うん、麺もどっちかやったらね、中太タイプの、まあ、細麺に近い感じなんですけど、いや意外にもちもちしてね、もうスープがドロロなんで、この持ち上がってきてね、むちゃくちゃうまいですね。うん、全種類食べたいな。全種も、うん、全部食べたい。この上にね、ミンチもね、たくさん乗ってるんですよ。もうちょっと混ぜてしまいましたけどね。こんな感じでミンチも、いや、このおこげもねポイントですね。もう食べていくにつれて柔らかくなっていくんで、
スープに染み込んでむちゃくちゃうまい。これはスープ全部飲んでますな。これもいってみようか、この辛そうな。辛い、これは辛い。これスープのベースって鶏なんですか？スープのベース鶏？こっちは鶏じゃないです。あのこっちは鶏なんですけど、はい、ベースかけるベースみたいな感じで、うん、そう、あ、あいろんなもん入ってる。お疲れ様です。まあ、その辺は企業秘密だね。そうですありがとうございます。こっちに資料入れてもらった方が、はい、こっちに、はい、あのこっち入れたらもうタプタプなんで。あ、了解です。もうマスターのおすすめですよ。最後の締めご飯、米にぴったり合うスープということですね。もう下手したら麺より合うかもしれないということなんで、はい、こっちにぶっかける。お絶対うまいよこれ。いやもう俺はぶち込んでもよかったですけどね。もう多分スープ全部飲むんで。うわこれうまそう。牛大来てたから行くわと思ったら食べてたら牛大。体ポカポカ、絶対体にいいと思う。コメにむちゃ入れるんすか？これ米必須やと。もう正門入ってすぐの広がりだね。ライス食べたらお客様言ってもな。この担々麺は素晴らしいね。もうほんまにうまみ、何が入ってるかわからんけど、もううまみがむちゃくちゃ詰まった。深みのあるいっぱい。いや麺もうまかったけど、最後の締め飯もうまかったね。ほんで担々麺もいろんな種類がありますので、もう飽きることなく通える、そんなお店だと思います。ラーメンラリーも3月末まで参加されてますので、皆さんぜひ来ていただきたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。汗いっぱい。はい、ということでごちそうさまでした。本日はエソラさんの担々麺いただいていきましたけど、想像以上にうまかったですね。もううまみが詰まって、絶対これ体にいいと思うんですよね。もう未だに体がポカポカして、はい、汗も結構出ます。そんな辛くないのに汗が出てポカポカするんで、絶対体にいいと思う。いや、いろんな種類あるんでまた来たいですね。ほんでね、前にあの駐車場もありますんで、激安の、はい、30分無料で30分100円。ほんで帰り薬局で買い物したらさらに30分無料になるっていうことなんで、ぜひ駐車場を利用していただいて、向かいのエソラさん来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、あーします。あらしゃー、うまかった。いや大満足、うまかった、はい、久しぶりにうまい担々麺でしたね、はい、あらしゃ。30分超えてたんで、はい、薬局、ゆたかさんでパン白を買ってきたら、さらに30分無料になりました。ぜひ駐車場を利用してください。